元の体に戻すプラスマイナスゼロ、普通の体に持っていくが私のコンセプトです。私の体は気を送る道具だけです。気功っていうのは、例えば肩が痛いからって言って肩だけをやったところで治らないんですよ。気で満たしていけば悪いものは出ていくって思いますね。交通事故の時には内打まではいかなかったんですけど、整形外科に行って電気をかける程度なんだけど、タンスに捕まらないと起き上がれない状況で、その頃は週に1回ぐらいは来てたんですけど、自然に何も薬も飲まずに治ったと。やってるともう熟睡しちゃう感じがありました。元気な顔で帰ってもらうっていう、それだけかな心がけてんのって。笑顔が見たくてやってる。